どうもお疲れ様です。それではテクニカル的に見ていきましょう。第9週ですけども、2月26日から3月1日の見通しです。まあ一言で言うと荒れる1週間になりますね。2月は概ねずっとねテクニカル通りに行けたんですけども、ちょっと最後はね難しいですよ。2月26日、材料も出てくるんですけども、29日が月末であり、3月1日が月初であるってことを考えると、月火水木金全部をね、まずは単体で見ていくってことになります。単体で見るってことは、その日の見通しをその日で立てて、その日のうちに完結するってことですよね。だから基本的にポジションの持ち越しはできませんし、それからマーケットの持ち越しも基本的にはできません。ですんで、本当にキツキツのデイトレードになると思います。で、今、月足を見ていただいてるんですけども、月足の流れってのはね、ご覧のようにもうね、円安の方向にしか向かってません。ずっと円安の方向に向かって、円安の方向に向かって、円安の方向に向かって、ね、距離は短くなってますけども、結局これって安値が切り上がった状態に見えるでしょ、どんどんね。で、高値は同じところで止まってるわけなんですよ。でも今回ついにこの150円、151円を抜けて、もっと上に行くかもしれないなという新しいフェーズ、私的には最終フェーズが見えてるかなと思います。最終フェーズってのはどういうことかっていうと、ドルと円のバランスでね、160円ってのはあり得るんですよ。でも、財政出動がない限りは、160円を超えて、170とか180っていうのは、ちょっとあり得ないかな、というふうに計算できるんですよね。まあ、その計算方法についてはまた別の機会にお話しするというふうにしますけども、だいたい160円なんですよね。そうなってくると、155円っていうのは、これまたね、非現実的な数字であって、介入が必ずこの辺では入ると思います。さすがに緩やかな上昇とは言っても、152円まではね、介入がないかもしれませんけども、前回介入を入れた152円を超えたら、これは介入入ると思いますんでね。それだけ、まあ、前もって頭に入れておきましょう。で、これからも円安の方向には進むっていうのが大方の流れです。はい。で、週足の方行きましょうか。週足、そうですね。だから、ここは超えていくんじゃないかなとは思います。超えたら介入ですよ。この辺を超えたらね。ここを超えたら介入で、まさにトリプルトップからの大きな下落が起きると思いますんで、それはね、どうしても心に留めておいていただきたいと思います。前回の介入で7円ぐらい落ちたわけでしょ？昨年の。これ。7円ぐらいね。そうなってくると、今回の介入でも7円規模で変わると思いますんで、トリガーをかけておくっていう発想はあります。例えばね、トリガーっていうのはどういうことかっていうと、149円あたりかね。そうですね。134円。この辺までにしときましょうか。ね。だから、ここで、セルの予約をかけておいて、ここで利確の予約をかけるわけですよ。そうなると介入が起きた時にドカンとこれだけ取れるわけですよね。まあこれはね、本当にね、危険な裏技ですんで、推奨しません。ただ、こういう考えがあるかもねぐらいに留めておいてください。どちらにしても私たちはテクニカルで取っていきますので、この第9週ね、難しいんですけども、基本的にはバイで取っていく戦略になります。はい。それではデイリーですね。デイリーの方なんですけども、まあ上昇トレンドじゃないですか、綺麗に。ここね。N 字を書きながら移動平均線に触れては乖離して、触れては乖離してっていう形になってると思います。で、先週はここで跳ね返って終わったんで、新しいここでね、ダブルトップを取るかなってところですよね。はい。そして4時間の方に、なりますけども、4時間はもうここら辺からちょっと横ばい模様ですね、どっちかっていうとね。それまでのこういうふうなね、強い勢いで高値を更新していく流れから、高値更新せずに、どちらかというと横ばいに入ってきたなってところです。ですので、緩やかにまたね、上昇していって、この天井で、まあ、跳ね返って下に行くのか、抜けて新しい151円に、突出しているのかっていうところが注目です。で、住宅供給工数ってのがありますよね。材料で。その材料によって151円に達するという見込みですよ、私としては。テクニカル的にはそうはいかないんですけども、多分、住宅供給の個数増えると思いますんでね。アメリカの景気がさらに良くなって、バスーンと151円まで円安の縁に叩き落としてくれるんじゃないかなと思います。ですんで、月曜日週が明けたら、こういうふうに進んでいくんじゃないかなと思うんですよね。またその辺は月曜日に細かくお話ししていきましょうか。まあ、朝の材料がね、多分、この方向で抜けていくんじゃないかなと思いますけどね。
はい、それで全体の方針としてはね、繰り返しますけども、日ごとに戦略を立てなければなりません。月と火が同じグループで同じマーケットを共有するとかね、一定のレンジを作ったらそれが次の日も使えるよってことは今回ありません。ですから、単体で1日ごとに見ていきましょう。だから朝のね、深夜3時とか朝6時の解説ってむちゃくちゃ大事になってきますので、皆さんもね、同じように朝3時、朝6時、できる方は朝3時からね、深夜3時からちょっとね、方針をまとめていっていただきたいと思います。もちろん私の方もね、しっかりとしたテクニカルでの方針の方、朝3時、朝6時、この辺欠かさずにお送りしたいと思います。それじゃあ。